どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと前にね、紹介させていただいたこちらの動画、マリオットボンボイホテルでマリオットボンボイポイントで予約した後にですね、やることということで、マリオットボンボイホテルポイントをね、予約した後にですね、このマリオットボンボイホテルっていうのはポイントが変動しますよね。ですので定期的にねチェックしていただくと、まあ、ポイントが下がる。でその下がった時にですね、更新していただければですね、そのねもし下がっていればですね、ポイントが差額戻ってくるっていう風になるんですよね。でまあこれを動画でですね、こちらのやり方を紹介させていただいたわけなんですけども、実はですねヒルトンホテルにもこのねポイント予約した後にですね、ポイントねチェックしていただくとですね、まあポイントが下がっていればですね、ポイントが戻ってくるっていう風になりますんで、本日の動画ではこちらのやり方とですね、またねヒルトンホテルではアプリでですねステータス特典をね選択できるようになっておりますんで、こちらもね最近私知ったんですけども、知らない方ねいらっしゃると思いますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということでアプリをね触りながら皆さんにね紹介していきたいななんていうふうに思うんですけども、ちょっとねこの動画ね結構前から作ろうとしておりまして、で実際にですねポイントが下がることがね私はなかったんですよね。ですので今日ね実演させていただくんですけども、まあ、おそらくねポイント下がってないと思いますんで、あ本当に下がったっていうところをですねお見せできるかどうかっていうのはね、まあ、正直わからない部分ではあるんですけども、まあこちらでね成功されている方ね結構いらっしゃいますので、まあ皆さんね、ヒルトンホテルのポイント予約ね入れられている方はですねぜひねチェックしていただければななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね今私のねポイント予約がねいくつか取っておりまして、まあそこでね見ながら、ちょっとやっていきたいななんていうふうに思うんですけども、まずねこちらの予約からですね、こちらヒルトン横浜、まあまだ開業してないんですけども、このねこれもねポイント予約になっておりまして、これでねちょっと試していきたいなと思うんですけども、まずね、マイステイをね、押していただきます。そうするとですね、トータルステイ67,000ポイントって出てると思うんですけども、こちらね、ルームプランセレクションっていうのをね、押していただきます。そうするとですね、まあ、同じ日のポイント予約のね、検索画面がね、出ると思いますんで、こちらをね、押していただきます。そうするとですね、こういった形で、出てきますよね。はい。で、先ほど言った通りですね、残念ながらですね、同じ日の同じルームはですね、もう空いてなくてですね、レートが、147,000ポイントって出ておりますよね。ですので、まあ今私はね、67,000ポイントでこの客室を取っておりますんで、まあどの客室にしていただいてもですね、まあポイントが上がってしまうっていう風になりますんで、まあこうなった場合では意味がない、まあ買えなくていいって言った話になるわけなんですけども、まあ、もしねこの状態で67,000ポイント以下にねなっていればですね、まあこちらを押していただくとですね、ポイントがね差額返ってくるっていう風になりますんで、こちらねぜひチェックしていただければななんていう風に思います。まあこちらがですね今やり方っていう風になりまして、もう一個ね予約取ってますね、こちらでもちょっと見てみましょうか。はい、ということで、こちらね、ハワイのね、ヒルトンホテルなんですけども、今ね5万ポイントでね予約取れておりますよね。ということで、ルームプランセレクションね、押していきます。もう一回見ていきますけども、5万ポイントを下回っているか、まあ5万ポイントもねかなり安いんでね、はい、あ下がってないですね。はい、ということで、残念ながらですね、私今ね、2つしかねホテル予約を持っておりませんので、まあ、ちょっとね実際に下がりましたっていうね映像をね、お見せすることができないんですけども、まあ、これでねポイントが下がっている場合はですね、こちらね変更することができるっていう風になっておりますんで、ぜひねこちら、試してね見ていただければななんていう風に思います。まあ、こういった感じでですね、ヒルトンホテルでもですねポイント予約を入れた後にポイントがもし下がっていればですね、差額分がね返していただけるっていう風になりますんで、まあ、ヒルトンホテル、まあ、ヒルトンアメックスで今キャンペーン強化されておりますけれども、まあ、こういうのでねヒルトンホテルのポイントね貯められている方はぜひね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、ヒルトンホテルはね、各ブランドありますよね。で、ステータス特典、まあ私はダイヤモンドなんですけども、まあステータス特典ね、このアプリからですね、事前にね、選ぶことができるって言った形になるんですよね。そちらもね、
一応ね、皆さんね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、事前にね、設定することができまして、まずね、アカウントボタンを押していただいて、その次にですね、上の方にね、アカウントっていうのがあると思いますんで、アカウントのタブにね、切り替えていただきます。そうするとね、こういった画面になりますんで、下の方にですね、マイウェイホテルベネフィットっていうのがありますよね。ですね、こちらをね、タップしていただきます。そうするとですね、各ブランドのステータス特典がね、見れるようになっております。まあ、こちらオールブランドね、押していただければ、まあ、いろんなブランドでね、まあ、こういった感じで利用できますよっていうのがね、記載されております。で、こちらね、各ホテルブランド、上からね、キャノピーバイヒルトンだったり、コンラットとかね、キュリオコレクションって並んでると思うんですけども、まあ、こういった感じでですね、まあ、どのホテルではどういった感じのね、ステータス特典がいただけるのかっていうのが、まあ、記載されております。ヒルトンホテルはですね、まあ、非常にわかりづらいっていう風になっておりまして、ゴールドダイヤモンドにね付帯している朝食特典ありますよね。こちらがアメリカ国内ではねホテルクレジットに切り替わっていたりいたしますよね。そういうのも全てねこちらに書いてあるっていう風になりますんで、今後ね、まあ、海外旅行とかでね、利用される方はですね、こちらでチェックしていただくと分かりやすいかな、なんていうふうに思います。まあ、これがね、国内だったらね、そんなに聞けばいいだけなんでいいんですけれども、まあ、海外だとね、言葉の壁とかもありますんでね、まあ、確認できた方がね、いいのかな、なんていうふうに思います。で、こういった感じでね、並んでいるわけなんですけれども、まあ、例えばですね、このエンバシーであるとですね、まあ、こういった感じで、1000ポイント、もしくは3つね、こちら選択することができるんですよね。で、今私はですね、スナックとお水と、ダイエットコーラがですね、選択されているわけなんですけども、いやいや、私はポイントもらえればいいんだっていう方は、こちらね、ポイントをチェックしていただくと、まあ、こういった感じでね、ポイントが、選択することができるっていう風になりますんで、まあ、私はね、今までね、こちらそのまま利用させていただいてたので、このエンバシースイーツね、去年ハワイとかで利用させていただいたんですけども、特にね、ポイントがいいですか、スナックがいいですか、みたいな感じでね、聞かれておりませんので、おそらくねこちらデータ送信されてしまうっていう風になりますんで、まあ、自動的に向こうでねこれを確認して特典をね渡してくるっていう風になりますんで、こちらはねぜひどれがどうご自身によってね欲しいもの変わると思いますので、こちらはね確実にチェックね入れといていただければなと思います。まあもちろんねこの画面は私はねダイヤモンドっていう風になっておりますんで、まあ、ダイヤモンドステータスだとねこういった形になりますんで、ゴールドとかねそれ以外のステータスだとまたちょっとね違う部分はあるかと思うんですけども、こちらね事前に選べるようになっておりますので、まあ、各ブランドねぜひね皆さんねチェックして、まあ、どれがいいかっていうのをですね選んどいていただければなと思います。こちらねハンプトンバイヒルトンとかだとねお水もしくは2250のヒルトンオーナーズボーナスポイントっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、まあ、どちらがいいかっていうのはですねご自身で選んでいただいて、まあ、選択できるっていう風になりますんで、でまたですねこちらねヒルトンガーデンインなんですけども、まあ、今ね私は朝食特典をね選択させていただいてるわけなんですけども、まあ、これもですねヒルトンオーナーズポイントでね選択チェックね切り替えることができるっていう風になっておりますんで、まあ、これもね知っといて損はないかななんていうふうに思うのと、まあ、朝食ね食べれない時間帯にチェックアウトしなきゃいけないみたいな、まあ、そういったタイミングもねあると思いますんで、そうであればですねポイントでねもらった方がねいいっていうふうになりますんで、まあ、こちらもねチェックインの際にね聞いてくれればねいいんですけども、まあ、そうじゃなくてねこのままその自動送信でね向こうが受け取ってしまうとですね、まあ、もらい損ねてしまう部分もねあるのかななんていうふうに思いますので、こちらもねぜひねチェックしといていただければなと思います。ということで今回ですねヒルトンホテルポイントでポイント予約した後にですねやること、またですねヒルトンホテルの各ブランドのですねステータス特典ね事前選択のね方法を解説ねさせていただいたわけなんですけれども、皆さんねヒルトンホテル利用される方はですねぜひねチェックねしといていただいて確認ねしていただければなと思います。マリオットボンボンホテルポイントで予約した場合と同様ですね、まあ、ポイントが下がったらねポイントね返還していただけるっていう風になりますんで、まあ、これはねやっといて損はないのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントでやっておりますので、ぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。